KFC コーポレーションは KFC やケンタッキーフライドチキンのブランドでフライドチキンを主力商品としたファストフードチェーン店を運営するアメリカ合衆国の企業を世界規模で展開し世界で初めてフランチャイズビジネスを創始した現在はペップシコからスピンオフしたヤムブランズの傘下である日本法人など日本限定の事故は 日本ケンタッキーフライドチキンを参照してほしい。詳細は、ケンタッキーフライドチキンの歴史を参照ケンタッキー州、ノースコービンのハーランド・サンダースカフェミュージアムカーネルハーランド・サンダースは1890年に生まれ、インディアナ州のヘンリービル郊外の農場で育った。13歳で実家を離れた後、サンダースは、鉄道職員や保険外行員などいくつかの職業に、 ついたが、そのキャリアは常に順調というわけではなかった。1930年、サンダースは、ケンタッキー州ノースビンを通る、国道25号線沿いのシェルのガソリンスタンドの、経営を引き受けた。その年の6月までに、サンダースは物置を改造して、自前のダイニングテーブルを設置し、小さな食事スペースを作った上で、立ち寄ったドライバーに、ステーキや、 カントリーハムなどの料理を提供するようになった。1934年、反対側の給油所の方がドライバーの視界に入りやすいため、サンダースは国道25号線の向かい側にあるピュアオイルのガソリンスタンドの経営を前任者から引き継いだ。サンダースがフライドチキンの販売を始めたのもこの時からだった。1936年までには、 サンダースが経営するビジネスの成功は広く認められるものになっており、ルビー・ラフーン知事からケンタッキー・カーネルの名誉称号を授与されるほどだった。1940年7月、サンダースは11種のハーブとスパイスからなるオリジナルレシピとして後に知られるようになるレシピを完成させた。1950年にローレンス・ウェザビー知事によって、 ケンタッキーカーネルに再任命された後、サンダースはその立場にふさわしい服装をするようになった。ヤギヒゲを生やし、黒のフロックコートとストリングタイを着用した、サンダースは、自らをカーネルの肩書きで呼んだ。サンダースのレストランの客のほとんどは、車で移動するドライバーであり、1955年に、計画中の週間高速道路75号線の、 ルートがケンタッキー州交便をバイパスすることが公表された時、サンダースは資産を売り払ってアメリカ各地を回り、レストランのオーナーに自らのフライドチキンを売り込んだ。サンダースは1952年にはすでにユタ州サウス、ソルトレーク市のピート・ハーマンにフライドチキンのレシピをフランチャイズして成功を収めていた。ケンタッキーフライドチキンという名称は、 ハーマンが雇った看板楽器のダイアンダーソンによって作り出された。サンダースはこの名称が自分のフライドチキンと一般のレストランで提供される南部風フライドチキンをはっきりと区別するのに役立つと考え、自らのビジネスにも取り入れた。1964年、サンダースはジョン・ワイ・ブラウンらのグループに200万ドルで KFC を売却した。 売却に際しての契約内容には、サンダースへの就寝給与の支給に加え、サンダースが品質管理責任者として役職にとどまり、会社のトレードマークとしてコマーシャルに出演するという合意が含まれていた。1967年までに、KFC はアメリカで6番目に売上高の大きいレストランチェーンに成長しており、その売上の30%がテイクアウトによるものだった。 1970年には、KFC チェーンは48の国で3000の店舗を抱えていた。1971年7月、ブラウンは KFC をコネチカット州に本拠を置く、加工食品、加工飲料会社のヒューブライン社に2億8500万ドルで売却した。ヒューブライン社には過去にファストフード店を経営した経験がなく、その自信過剰な経営は、 香港のような海外市場において、KFC。1975年には2年間の活動の後、KFC は香港での事業から撤退した。1977年、ヒューブライン社はマイケル・ A ・マイルズを KFC チェーンの経営者に抜擢した。マイルズは、経営難の KFC を原点回帰路線で立て直した功労者とみなされている。1980年には、肺炎により、 ハーランド・サンダースが90歳で死去した。サンダースは死の直前まで自らの商品を宣伝しつつ年間20万から25万マイルを主に車を利用して旅していた。1983年の時点で全世界55の国で5800の KFC 店舗が存在していた。同じ1983年にはゼネラル・シネマが ヒューブライン社の株式の18%を取得した。敵対的買収を警戒したヒューブライン社は、タバコ会社 RJ レイノルズに自社のホワイトナイトとなるよう申し入れ、RJ レイノルズが13億ドルでヒューブライン社を買収することになった。RJ レイノルズの参加となった KFC は、1983年にマクドナルドチェーン全体で展開された。 チキンマックナゲットとの競争を強いられた。KFC は1985年にケンタッキーナゲットと呼ばれる独自ブランドのチキンナゲットを発売した。1986年7月、RJ レイノルズは KFC をペプシコに5価8億5000万ドルで売却した。1987年11月、KFC は北京に出店し、 中国で展開する最初の欧米のレストランチェーンとなった。1989年第1四半期における KFC の売り上げは30%上昇し、その金額は2億8000万米ドルに達した。1991年6月、シンガポールの店舗で KFC 史上初となる朝食メニューの販売が開始された。KFC はアメリカ市場で苦戦を強いられ、 ペップシコのレストラン部門で最も貧弱な事業となっていたが、その一方で、アメリカ以外の市場では急成長を遂げていた。中でも、日本の KFC は特筆すべき成功を収めていた。1992年になる頃には、KFC の売上高の半分近くが、アメリカ国外の市場で稼ぎ出されていた。1993年までに、アジア太平洋地域における売上は、 KFC 全体の売上高の22%を占めるほどになった。1997年8月、ペプシコは自社のレストラン部門をトライコングローバルレストランズとして分離独立させた。トライコン社は2002年に名称をヤムブランズに変更した。ヤムブランズは KFC のオーナーとしてペプシよりも明確な意思を持った経営を行っており、 アメリカ国内の店舗数は減少したものの、KFC はアジア、南アメリカ、アフリカ地域で成長を続けている。2015年末の時点で、KFC は全世界125の国と地域で19,952店舗を展開しており、KFC にとって最大の市場である中国には5,003店舗が存在する。2020年6月、同年11月12日に、 ゲーム機、クフコンソルを発売すると発表。異例とも言える飲食業からのゲーム機市場参入となった。1991年、正式名称がケンタッキーフライドチキンから KFC へと変更された。これはイメージ戦略の一環でありという3つの狙いがあった。しかしファクトチェックサイトのスノープスによると、名称変更の1年前にケンタッキー州が ケンタッキーの商標登録を行ったため、商標使用料の支払いを回避するために名称を変更したとされる。カナダのケベック州ではフランス語の名称の頭文字を取って PFK と略す。ただし、フランス国内では KFC と称している。中国語での漢字表記は高得記。キャッチフレーズは It's Finger l i c k i n g Good. 1970年代の日本のテレビ CM では、指まで舐めちゃう美味しさですと訳されていた。これ以外にも、Nobody Doves Chicken Like KFC や s o グッ Good などのフレーズが使用されていた時期もある。KFC の店舗がある国中国内蒙古寺地区、フフほとしの KFC。漢字の高徳記表記とモンゴル文字の表記が特徴日本では1968年7月に、 設立。1970年3から9月の日本、万国博覧会に実験店を出展。同年11月より店舗展開している。日本における提携先、マスターライセンシーは日本ケンタッキーフライドチキン。地方によって呼び方が変わる。ケンタは関東、東北地方なのに対し、東海地方異性は建築と呼ぶ人が多い。 1973年に出店。当時は香港人の食習慣に合わず一時撤退しているが、再上陸後はポピュラーなファストフード店として認知されている。1984年に出店。当時は統一企業がライセンシーであったが、現在は香港のジャーディン・マセソン系列企業が経営権を持っている。1984年に出店。 トサングループの SRS コリアが経営権を持っている。1987年に北京に第一号店出店。現在650以上の都市に3200店展開している。東南アジア諸国はハンバーガーよりチキンの方が人気のためマクドナルドより高いシェアを持つ。ただしフィリピンは例外でジョリビーが高いシェアを持つため、ケンタッキーはジョリビーよりは人気がない。 KFC のフライドチキンとポテトカーネル、サンダースによって1930年にケンタッキー就航便のガソリンスタンドにサンダースカフェが併設され人気を得た。1939年に考案された。このことがニュース記事となったほどである。鶏肉を揚げる際、磁石材の加熱調理向けに設計、製造された専用の業務用圧力フライヤーを使用するが、 家庭用の煮炊き向けに製造された圧力鍋を代用して店舗と同様の加圧調理を行うことはできない。なぜならば日本国内で販売されているいずれの家庭用圧力鍋もそれを揚げ物料理に使用する行為は前提にされずその製品に付属の取扱説明書で禁止されるなど主に安全面において保証がないためである。KFC では 揚げ油に保存性の良いショートニングを使用してきた。ショートニングに多く含まれるトランス脂肪酸は人体に有害であるという世論の高まりから、KFC 社は米国などで消費者団体から提訴されており、2006年10月30日、米国本社は2007年4月までに北米でのショートニングの使用を取りやめると発表した。 米国本社で様々な代替品を検討した結果、遺伝子組み換えの定理ノールサ酸応募が本来の味覚に最も近いということから採用される見通しである。味付けの秘密は11種類のハーブとスパイスによるものと説明され、調合スパイスの種類と調合率はごく一部のものにしか知られていない厳重な企業機密である。一方、ジャーナリストのウィリアム・パウンド・ストームは 調査を行い、辞書、ビッグシークレッツの中でその時点においては、ハーブは含まれておらず、調味料は、塩と黒胡椒とグルタミン酸ソーダだけであったとの結論を導いている。食べ放題を世界各国の一部地域、一部店舗にて展開しており、アメリカは7米ドル程度、オーストラリアは15ドル程度と、価格のばらつきがあるが実施している。日本では、東京都町田市にある、 南町田グランベリーパーク店内のビュッフェ大阪府美市にあるケンタッキーフライドチキン小野原店内のカーネルバフェと大阪府水田市にあるケンタッキーフライドチキンララポートエクスパシティ店内のビュッフェのみにおいて通年でチキンの食べ放題が可能であるその他の店舗でも期間限定で食べ放題を実施することがある 2018年7月20日から8月末まで毎週金曜日の午後4時以降45分間限定で中学生以上が1380円、小学生は980円で食べ放題が全国218店で実施された。事前の予約が必要。2020年6月同年11月12日にゲーム機、クフコンソルを発売すると発表した。 その後は全く音沙汰がなかったが、11月12日に発売日を同年12月11日、さらに同日には同月18日に再延期され、同日には96時間後を示す謎の画像が投稿され、96時間後となる12月23日には、その正体がチキンチャンバー機能を持つゲーミング PC であることが明かされた。CPU や、 グラフィックスカードの排熱を利用してチキンを温めることができる模様。飲食業が全くの異業種への参入で今後の動向に注目される。似顔絵は1955年頃最初のフランチャイズ店であったピート・ハーマンの店で持ち帰り用の紙箱に印刷された線画のイラストが始まり。本人はマグカップみたいだと遠慮した話が残っている。 1998年からはスマイリーカーネルと呼ばれるロゴが登場した。実像はカナダのある店舗でイベント用に作られたもので倉庫に眠っていた。これを日本の幹部が見つけて持ち帰り飾られるようになった。日本だけの人形だったが後に外国でも模倣されるようになった。1985年の阪神タイガース優勝の際に サンダースの像を道頓堀に投げ入れたファンがいたため、その後優勝できないのはカーネル・サンダースの呪いという都市伝説があった。その後、投げ込まれたカーネル像は2009年3月に発見され、現在は日本 KFC ホールディングス関西オフィスにて保存されている。ありがとうございます。